岩手ワンコ広報室。ウニッチ、今週のテーマはより良い復興の実現に向けて復興の先を見据えた地域課題への挑戦。震災からの復興に向けてハード面の整備が着実に進む一方で、地域コミュニティの再構築や街中のにぎわい創出など新たな地域課題への対応が求められています。西武高田は震災直後から支援活動を始め、陸前高田の復興発展に向けて活動を続けている団体です。地域の将来を見据えて農業、IT 事業、若者による活動などを軸として地域課題の解決の仕組み作りに取り組んでいます。地域に課題がすごくたくさんあってですね、その地域の中の課題を一つ二つ解決すればいいということではないというところがありまして、でその解決手法をまず作って、そこを担う人とチームを作る、でそれを合わせて仕組みとしてどんどん作っていくことが大事だと考えています。丁寧にとにかく地域に根差しつつも、ただその外の力もしっかり借りてっていう形で進めていくことが大事だと思ってます。三陸創生実践塾は復興に携わる市町村職員などで構成され、平成27年度から開校しています。社会経済情勢の変化や地域の実情を踏まえながら、三陸地域の課題解決に向けた施策を立案し実践する能力を養うことを目的としています。市の方のですね、今後の施策の方の展開ということを考える貴重な機会でございました。塾生相互のですね、ネットワークの構築もすることができまして、今後の連携も強くなろうかなと思っております。この実践塾は沿岸市町村で産業振興に携わる職員にとっては貴重なですね、機会でございますので、毎年ですね、この実践塾を継続して開催していただきたいと期待しております。ビルドバックベター、より良い復興の実現に向けて岩手は歩みを進めています。これからも県民の皆さん一丸となって復興を進めましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。